京都総合運転所は、かつて京都府及び滋賀県にあった西日本旅客鉄道の車両基地である。本校では、向こう町奏車場及び安電車区についても記述する。同社近畿統括本部が管轄し、発足当初から電車、機動車、客車といったあらゆる種類の特急系車両が配置され、西日本における優等列車の運用をほぼ一手に引き受ける。 名門車両基地として配置車両の運用範囲も北は青森から南は九州まで非常に広範囲にわたっていた。普通列車用として山陰本線京都地区で運用される機動車、客車も配置されていた。これらは JR 発足後に京都駅その米機関が電化された際に近郊系電車に置き換えられた。2012年6月1日に 研修体制の見直しにより、京都総合運転所は廃止され、本所は、水田総合車両所京都市所に、安橋市所は、保市総合車両所宮原市所安橋市所に、前原橋出所は、保市総合車両所宮原市所前原橋出所にそれぞれ継承された。京都府向こう市にあり、東海道本線向こう町駅長岡京駅間に一致していた。 京都総合運転所に所属していた車両はすべて本所に配置されていた。隣接してレールの溶接設備を有しており、京都貨物駅からのレール配給列車が運転されている。長物車地規が当初に配置されているのはこのためである。校内は大別して東より、東着発線、中線、県周湖、西発線、西木線、西流地線に分かれている。また、 橋から橋まで着回しできるように基礎線が設けられている。西発線の本線合流部の手前には転車台があり、稀に運転台付き自動車の方向転換用として使用されている。滋賀県安市の東海道本線市の原駅、安駅間にあり、JR 神戸線、JR 京都線、琵琶湖線及び草津線に運用される列車の整備、留置のほか 宮原総合運転所の多客企業車両留置としても使われており、かつては修学旅行、山岳や高級公用の宮原区167系は、ここを拠点に運用されていた。開設時から、車両の配置はなく、電流線、研修施設、乗務員宿泊所のみである。入り区の線路は、京都側にのみあり、前原側からの直接の出入りはできず、前原方面の出入りは、 安駅2.3番線で折り返す。平日には207.321系が入る運用がある。滋賀県前原市の東海道本線前原駅に隣接しており、電流線のみ設けられ、琵琶湖線、東海道本線、北陸本線の各種列車の整備、留置に使用されている。古くから各種機関車が配置されていた前原機関区の名残である。 所属組織の略号と京都の伝法略号である木都から構成されている。国鉄時代は大婿で JR 発足後は金子であった。その後の組織改正により本子となり、1993年6月に京都支社が発足して京子、京木戸を経て2010年12月1日の組織改正により金木都となった。 廃止時の所属車両2012年4月1日当時の所属車両は以下の通り、電車起動車化車無向町運転所、向町運転所時代は次の車両も配置されていた。向町創車場は京都総合運転所から東海道本線へ入り出くする停車場の名称として残っている。東海道本線の輸送力増強に対応するため、 1966年9月1日に高槻電車区安波室所として67両を収容できる電流線5線を設置して発足した。その後、日本万国博覧会の輸送とその後の輸送力増強で無効調運転所が過密化すると見込まれたため電流線を18線に増強させて1970年3月1日に高槻電車区から分離し、 安電車区として発足した。そのため、機関車列車にも対応できる、要留置線は前後で着回しのできる構造になっており、関西九州の20系や14系の寝台客車列車、あるいは583系寝台特急電車などの整備を行っていた。ありがとうございます。